ここはですね、パッド印刷っていう絵付けの技法があるんですけども、その技術がものすごく高くて、特にそういう海外からの依頼というのは、グラフィカルのデザインを焼き物に落とし込みたいという依頼がやっぱ多いので、こちらのその優れた技術を生かさせていただいております。国内ですでに流通しているような商品をもうそのまま海外の展示会の方に持って行って、それなりの知名度もある有田焼を持って行ったわけなので、それなりにこう自信はあってチャレンジしたんですけども、結局は日本の和食器っていうのが他の国の食器と比べると逆に異質というか、こんなにも世界と差があるのかと。ここが本当にチャンスだという思いもあったので、これはぜひともチャレンジしようと。全然生活のこともわからないし、食文化もわからないような国のものを作るときに、そこはもううちで考えるのはやめて、その知恵はその国の人に考えてもらうと。で、我々が得意なものは何なのかと、その製造の方なので、でうちはもうその製造することに徹して仕事を取っていくいう方向に、その考え方を徐々にシフトしていきました。すごく物が売れた時代からすると、全体的なその売り上げっていうのは確実に落ちてます。ではまだまだその物を作る環境が残っているし、難しくはなってきてますけども、その事業を継承する後継者もいる。これから思いもよらないアイデアがもしかしたら出てくるかもしれないし、アート的な建材、アート的な壁に陶磁器の装飾を使いたいっていう人が出てくるかもしれないし、それをつなげて続けていくっていうことが非常に大事なんじゃないかなと思って。